エドウィン・ムーンとムーン・ビーム2エドウィン・ムーンは、イギリスの航空のパイオニアで、イギリス海軍航空隊、イギリス空軍のパイロットである。サウサンプトンに、ボート製造業の家に生まれた。ムーン・ビーム・エンジニアリングは、エンジン付きの端気を製造し、後に、中鉄製のスクリューや船舶エンジンを製造し、輸出した。ムーンは1903年のライト兄弟の飛行の、ニュースを聞いて、 工場の片隅で、自らの設計の航空機を組み立てた。最初の機体、ムーンビーム I で農場で何度かジャンプするだけの結果を得た後、ムーンビーム2を組み立てた。ムーンビーム2は、V 型4気筒20馬力のエンジンを積んだ、谷大きで、重量は260ポンドであった。1910年に、馬車で、ノースストーンハム農場に運び、 初めて飛行に成功した。正確な日付は不明であるが4月12日から6月11日の間であったとされる。1911年4月2日にフランス人のパイロット、モーリス・テパールがブルックランズからラークヒルへ飛行してノースストーンハムを訪れ30分ほどであったがノースストーンハムで飛行し多くの観客を集めた。ノースストーンハムは後に サウサンプトン国際空港となる。ムーンはその後も飛行を続け1914年にパイロットのライセンスを取得した。第一次世界大戦が始まると、パイロットとして海軍に招集され、東アフリカで HMS ヒアシンスに配属された。1917年1月6日観測士のリチャード・ブリッジマンと偵察を行い、エンジントラブルのため川口に不時着した。 水蒸気は壊れ、捕虜となるのを避けるために1月7日イカダを作り、3日間、彷徨った後、海に出たが9日の朝、ブリッジマンは海に流された。イカダは海流に押し戻され岩に打ち上げられた。現地人に救出されたが、ドイツ軍に引き渡され、捕虜となり、釈放されたのは1917年11月21日であった。 捕虜となっている間に特別功労賞を受訓した。釈放後、王立人道協会から、ブリッジマンの救出の行動に対して、シルバーメダルを受賞し、レジオンドヌールを受訓した。第一次世界大戦後は新設されたイギリス空軍のフェリクスストの飛行艇基地の指揮官に任じられた。1919年8月11日、1名の乗員が死亡した。 フェリックス・とフューリー飛行艇の試験飛行での墜落に遭遇したがムーンは生き残った。1919年12月、事故死した大西洋横断のパイオニア、ジョン・オールコックの葬儀では陸軍大臣の代理を務めた。1920年4月29日6人が登場した水蒸気の訓練飛行で海上に墜落し、ムーンを含む4人が死亡した。 エドウィン・ローランド・ムーン18861920ハンプシャー・カウンティ・カウンシル httpww3.hnts.govuk センテナリー・オブ・フライト・ムーン・ htm リトリーブド31メイン2010グッド・ホールマイケル・ H タグアルベルト・ E、ブリティッシュ・エアクラフト・ビフォー・ザ・グレート・オーアトグレン・ PA シファーミリタリーヒストリーありがとうございます。